プライドを捨てろという言葉がありますが、逆にプライドがあるからこそ人は頑張ったりすることができ、悪いことばかりではないと思いますが、どのように考えたらよいですかと。プライドを捨てろというのは、例えば批判をされた時にプライドが強いと、それで折れてしまったりですね、ないしは単純に反発をしてしまうということがあると思いますが、これはある意味じゃ幼稚なプライドということだと思います。他者の批判がなければ自分では気づかない自分の問題、これを気づくことはできないわけですから、本当の向上心、これを持っていれば、その批判されないということはですね、恐ろしいことだという、そういった大人の知恵と言いますか、まあ成熟した知恵というものを、これを持って、それに感謝すべきだということになると思います。つまりお答えすべきは、多分その幼稚な低い次元のプライドですね、それとその自分を向上させる高い次元のプライドというものがあるんだと。後者は向上心、ということができると思います。でも向上心ということは、今の自分をあるんじゃ否定してより良い自分に持っていこうとするわけですから、今の自分、これを認めてほしい、褒めてほしいという低次元の幼稚な子供っぽいプライド、これは超えたところにあるわけですね。ですからここで問題なのは、そのプライドっていう言葉がいろんな意味を含んでいて、その場その時その時で違った意味に使われているということです。プライドを捨てろっていうのと、そのこういうものにプライド、誇りを持っている、それで頑張ってるっていう時には違う2つの、なんていうのかな、プライドという言葉の意味なんだと思います。こうしてで、まあ、こういったご質問を受ける立場としてよく思うのは、人というのは言葉をですね、定義せずに考えちゃってると。そして同じ言葉で、まあ要するに多義語と言いますか、A さんと B さんで違う意味で同じ言葉を使ってる、だから対立してるということがよくあると思います。よってそのプライドという、まあ簡単に言うと英語ですね、これを改めて分かりやすい日本語で定義して、具体的に定義して、でその後に質問したり会話したりするということをやらないと、その意見の相違ばっかり、これが生じてしまいます。しかしそれは同じ意見の人が言葉によって幻惑されて、相手と意見が合わないと錯覚している状態かもしれません。ということで、まあこういうご質問に限りません、質問するときにも他人と話すときにも、その自分の使っている言葉の意味を自分が明瞭に簡明に表現できるか、理解しているか、これをチェックしないと、その先はなかなか進めないと思いますね。まあご質問に戻りますと、プライドを捨てろという言葉がありますが、その時のプライドっていうのは自分の向上を阻む低い意味でのプライドのことを言っていて、でプライドがあるからこそ頑張るっていう場合には、高い意味でのプライドのことを言ってるんだろうと思います。ただまあヨガや仏教の悟りの境地という視点においてはですね、低いプライドから高いプライド、これに変えていって、最後はプライドを放棄するというか、プライドというのは他人と自分の比較、優劣の比較、これがありますね。今よりもっと、他人よりもっとと、自分はより優れた人間になる、他人よりも優れた人間になるという意味、それはやはり向上心ではあるんですが、そのヨガ仏教の悟りの境地は、そういった向上心を持って始めた愚道者が最終的には他との優劣の比較はなくなって、要するに万物一体の悟りの境地に到達する、これが最高の地点なんだということです。しかし最初から人間そういうことできませんから、その愚道者になると、仏道の道、悟りの道を歩む者も、最初は自分は良い人間になりたい、優れた人間になりたいと考えてそうなるわけです。その時は他よりも優れた人間に、よりその高い精神的な状態の人間になろうと、優劣の比較、これがあって通常のプライドがありますが、そうやって愚道しているうちに、本当に優れているというか、本当に正しいというか、本当に物事を見極めると、自他一体で生きており、自分が他人よりも偉い人間、優れた人間になるというよりも、他者万物に尊重と感謝の気持ちを持っている方が、実際には客観的にはより高い境地なんだということに気づくということになるというふうに、まあ
言われています。ヨガの、まあ、身体心理学というかヨガの神経生理学においてもそうで、ヨガというのは体の中にですね、気の流れる道と気の流れの交差点、これを解くわけですが、気の流れがこの胸あたりで止まるとですね、そういった自他の優劣を依然として比較する意識状態、これになり、そしてエネルギーが下から上までスーッと全て、きれいに流れる悟りの境地においては自他を他を区別しない万物一体の広い意識状態によって生きると言っていると言われています。その時は自他一体の境地ですから、他よりも優れた人間になりたいんだというレベルじゃなくて、でそのレベルまだエネルギーがここら辺で引っかかっている状態なんだと、まあ、そういうふうにヨガの霊的科学といいますか、クンダリーニヨガの教えにおいてはまあ解釈されています。まあヨガの難しい話でもね、一般の方であまりよく分かんないということがありますが、まあ簡単に言うと7段階の意識状態の中で4段階目5段階目でまだとどまっているのが、他人と自分を比較して自分は優れた人間になりたいと思っている状態で、宗教の究極は万物一体の道理を悟り、他者に対する感謝や尊重、一体感、愛というもの、愛といってもこの博愛慈愛ですね、自他を区別しない平等な愛、これを実現した状態だということです。